よし、やるか、続き。勝海舟と出会った後から。だから、なんだ、幕府の改革ってところか、次は。これはもう、あれでしょ。もう、マップ全埋めしてるから、幕府の改革をやりつつ、ちょっとサブクエこなしていくか。あえて先にこなしていくか、サブクエ。それがいいかもしんないな。筑波の友、これ行こう。ここな。サブクエから、とりあえず。いやー、ちょっとショックなことがあって、そういえば。やっちまった！ やっちゃった！捕まっちゃった！一時不停止見逃しちゃった！ 青切符切られた！わあ！いや、見えなかったのよ、止まれの看板が。いや、マジで。これマジで。で、警察がいて、あそこ見にくいよねって警察も言ってて。いや、あれ、俺言ったらそれで、いや、さすがに、看板に問題ありですよねって そうよね、あ、ここ看板悪いよねって、さすがに、ここめちゃくちゃ見えない人いるんだけどって言ってて、警察も。行ったねーって言われちゃった 止まらなかったねー、思いっきり行ったねーって言われちゃって、行きました、すいません。反省だわ、もう、気をつけなきゃな、次から。なぜここにいる？貴公に構っている暇はないのだが。まあ邪魔をする気はない。ならば、早く立ち去れ。何やら訳ありに見えるが。だったらなんだ？わけもなく動く人間などいるまい。まあお前の力になりたいんだ。頑固だな。そこまで自分にこだわる理由もなかろうに。じき、くせ者がここに来る。とある情報を幕府に密告するためにな。その者らを始末するのが自分の目的だ。事情を知ったからには手を貸してもらう。連中が動くなら夜更けだろう。船でここへ乗りつけ、江戸の町に入るつもりだ。自分はここで、くせ者が来るのを待つ。貴公はどうする？それな、待とう。もうやることは済んだ。そうか。では頼む。この大久保利通がさ、なんだろう、20世紀少年の頃の豊悦に見えるのは気のせいじゃろうか。手だれを倒す。要はお台場でこの何？戦艦に乗り込んでいって倒していけってことでしょう。ていうか、そろそろ装備やばくない？もう持ち物持てんでしょ？ちょっとこれ。
分解しに行こう、これ終わったら。一応倒しとくか、この二人も密告者って場合もあるしな。何をしている？まだ気配がある。ここまで関わったのだ、もう少し話そう。自分には相棒と呼べる男がいる。幼き頃から支え合い、共に薩摩へ仕えてきた。だが男は今幕府に追われ身を隠している。その居場所を密告しようとする輩がいるのだ。捨ておけん。どっちだ？右行くか。どう行くかな。あそこでついたり消えたりしてるやつが敵が減ってるんだよな。なんかさっきのやつもいなくなったし、どこ行った？Yeah.
外と見つかるな。ということはここじゃないってことか。クソすぎる、パリーがちょっとクソすぎる、なんかパリーじゃない忍殺がなぜできない。なんかすぐ見つかるな。少しは己の身を顧みろ。微妙に悪いな、位置がここ。奥の二人からだな、あれ。頑張りすぎじゃろ、大久保利通一人で。少しはおのみを。ああ、俺ほぼ何もしてない。人を切ったらおのどになっと。お、密告者倒した。本目がどこかにいる。知らねえ。まあここじゃろうな。最後こいつに同胞斬りか、大久保。見つかってない。違う、大義を成すためだ。見つかってんじゃん。待てと、一人ずつ来い。
これで西郷の居場所が漏れることもないだろう。相棒の名は西郷というのか。そうだ。貴公には詳しく話していなかったな。先代の成明公が没して薩摩は変わった。主を新たにした今、かつての結束は見る影もない。特に我が相棒西郷隆盛は今の主と折り合いが悪いのだ。そんな西郷を覗こうとする輩もいる。こたびのようにな。だが西郷は自分が守り通す。たとえ同胞を切ることになろうともだ。似た者同士だな。貴公にもいるのか。強き縁で結ばれ、己が全てをかけるに値する人間が。全然特別じゃなかったな。幼い頃からそばにいて大切な片割れだ。貴公がそこまで言うとは、少し興味が湧いた。こたびは世話になった。幕府が西郷にかけた疑いはいずれ晴らしてみせる。その暁には貴公に紹介しよう。西郷隆盛を。存外馬が合うやもしれぬぞ。ああ、倒幕派が上がったな。ちょっとアイテムなんとかしよう。これやばい、マジでもう持てない。療薬を揃えて、どんな薬をお探しでしょう。違うな、改造屋の方がいいんかな。鍛冶屋、ここだわ、鍛冶屋だ。多すぎるよな、これ。とりあえず黄色武器は全ロックかけて、
使いにくいんだよな、この操作、ここの操作。何装備してたっけ？こっちか、最終攻撃の攻撃力 22.5 高いよな。攻撃力的にはこっちの方が高いんだろうけど、威力は一気に上がるな。こっちにするか。経験値 1.7% はちょっと惜しいけど、所詮は 1.7% ではな。強靭なるもう一個つけたいよな。こう来ると比類が4つでしょ。臨前がいらない。透明なる意志がいらないか。これいらないか。でも経験値の獲得量があるもんな。一気に下がっちゃうもんな。あ、でも改造で持っていけばいいんか。まずはとりあえずいらないもの処分だ。マジでこれはやばい。もう持てない。いらっしゃい。ひいきにしてもらえて嬉しいよ。どうすりゃいいんだ。順番、価格、種別、名前順に変えたいな。最初にならないんだ。そして BGM がないの寂しいよな、やっぱりこれ。とりあえずまずは刀から。あえてこう、何？継承できる、継承できそうなやつは取っといた方がいいよな。
やもういらないか、正直いらないか、下の方のやつ全部売るか。もういらないわもうここまで来ると。不殺武器だけ取っとけばいいや。いらないものもう売っちゃおう。いらないいらない、正直武器防具マニアとしては取っておきたいけど、いらないいらない、売っちゃおう、売っちゃおうっていうか分解しちゃおう。いや相当いらないの溜め込んでるよなこれ。多いなマジで、数多すぎる、処理するのがすげえ困る。銃とか、銃っていうか全然使わないのみんな、単銃とか多分強いんじゃろうけど俺は多分扱いきれないわ。よし、これ全部分解。ああ、結構、結構な銀になるんじゃないこれ。よし、来た。867銀。
防具だ。防具もこれもうむちゃくちゃよ。これどんな用だい？防具はとりあえず100以下のやつ、ちょっと頭を100以下のやつ全部捨てよう。100以下っていうか何本だろう、110以下を捨てよう全部。いや待って、やっぱ100以下か。まあでもこの辺、この辺もう捨てちゃおう捨てちゃおう捨てちゃおう。家電の兜はいるな、これは。家電の兜は多分もらえないでしょう。これイベントでもらったやつじゃない、確か。ピンアイテムが含まれている。これか、一品も取っておこう。一品ってなんだ、その前に。あ、これもか。よし来た。とりあえず一品すべてにロックかけよう。まずは。とかもういらないのめちゃくちゃあるじゃん、これ多分。200以下を全部捨てちゃおう。待てよ、鎧、そうだ、鎧だ。なんか捨てちゃダメなのあったよな。家電の兜でしたが、家電の鎧ってやつじゃないんかな、違うんかな。ロックされてる、家電の鎧。
しんど。よし、来た。まだこんだけあるんよな、めんどくさいな。でももう半分減ったし、いやでも売っちゃおう、売っちゃおう、今のうちにやっとこう。いや、これ俺がやってなかったあれだわ。ずーっとうろううろう言いながらも放置してきたスケが今回ってきたんだわ。で、次腕ももう100以下はいらないな。これいる、家電のコテはいる。よし、来た。っていうことはどっかに家電の具足みたいなのがあるんだよな、これ。これだ、家電のすね当て。で、足ももう100以下売ろう。いらない、いらない。よし、よし、来た。減ったね。1500ぐらい売ったね。それじゃ無事でな。まあ、どうせ使わないしな。よし、次。貧しい農民が助けを求めている。これ行ってみるか。悪戦。ここな。
しゃあ、盗賊に金を取られちまった。身売りした娘を取り返すために集めたなけなしの金だったのに。一体いくら取られた？いくらって、そりゃたくさんだ。娘を連れ戻すためにはあの金が必要なんだ。あんた金を取り返してきてくれねえか？まあいいだろう、力になろう。本当か、助かるよ。奴らは近くの洞窟を根城にしているらしい。金もきっとそこにあるはずだ。頼んだぞ。盗賊の拠点、盗怪しいな、洞窟。おお、嫌な組み合わせだな。宝箱、待てよ、ここ宝箱全回収してるよな。今日もガッポガッポだぜ。殺しはたまんねえな。回ってきたよ。どっから入ってきたっけ俺。警戒心がすごいな。こいつらどんだけ命中率ええの、敵マジで。
ばい、敵の命中率が良すぎる。よし、終わりか。いやいや、いつもいつもズルして稼ごうとして、本当にもう。いや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 、あんたか。あんたを騙したのが神さんにバレて、見ての通りだ。実は金なんて取られてねえんだ。身売りした娘は、すまねえ、娘なんて鼻からいねえんだ。ところであんた、その金はどうすんだい。もう嘘やめろ。あんたみてえにできた人間がいるとは。やっぱり金はもらえねえ。嘘はやめて真面目に働くよ。悪いやっちゃな。騙されてたってことか、俺が。プーってなんだっけ。攻撃中にタイミングよく、流派の切り替え。烈風のやり方はちょいちょい分かってきたから、タイミングは合ってきてるような気もするから、これあげとこう。空中攻撃とか全然やってないな、そういえば。投げ返しもそろそろ覚えとくか。手裏剣、感触玉全然使ってないよな、本当に。全然使わない、この2つ。いるのみたい。徒党強化だわな、ここは。
状態異常も全然狙ってないよな。となると単純も使ってないし、とにかく異術か。救援回復量増加、これいる。小石川で困ってる人がいる。小石川ってどこだ。ここか。義賊に憧れて、これのことかな。行ってみよう。上か、あんなところにいるんか。久しいな。ちょうどいい。ちょっと協力してくれねえか。あんたの手を借りて。誰だっけ。誰だ。ほら、この前見逃してもらったヌスットだよ。誰だっけ。あんたの腕を見込んで頼みたいことがある。あ、なんか覚えてる気がする。いた気がする。前に話したと思うが、俺は盗んだ金を皆に配っている。あ、いたわ、いたいた。けど大勢を助けるにはまだまだ足りねえ。そこでだ、強欲な役人の屋敷に忍び込んで溜め込んだ金をがっぽりいただこうって寸法さ。皆のため一緒に屋敷から財宝を盗み出さねえか。まあまあ、なぜそこまでする。かの義賊ネズミ小僧の話は聞いたことがあるだろう。たった一人で江戸の民のために盗みを働いた男さ。ここのところ江戸もきな臭くなってきた。こんな時にこそ希望を分け与える義賊が必要なんだ。よし、じゃあ協力しよう。ありがてえ。よし、それじゃあ闇夜に紛れてことをなすか。屋敷への侵入。まずあそこに一人いるじゃろ。あいつをなんとかしよう。うわ、後ろ。え、もらえる。3人な。となるとダッシュからの、なんでよ。
印刷が発動しないのがなんかちょっとイラつくな。これな。思った通りたんまりだぜ。どうせ汚ねえことをして稼いだ金なんだろう。よし、これだけあれば十分だ。さっさとずらかるぜ。待て、いっぱいいる。まずはこっちだな。まあこんなもんじゃろう。脱出ルートが見つかんないんだけど、どこだ？普通にそっから出ろってことなんかな。違うよな、出れないもんな。あ、まだいるし。なんとか切り抜けられたな。引っかかってたし。あんたがいなかったら危なかったぜ。それで奪った財宝だが、私も配るのを手伝おう。あ、そうか。それじゃあ、あんたが見つけた分は任せるぜ。さて、新手が来る前に退散するか。あんたが仲間になってくれてよかったぜ。俺はこれからも民のために盗みを続ける。もし敵として出くわしちまったら、その時はお手柔らかに頼むぜ。庶民の味方。次、商いごと始め。これ行ってみるか。そこのお方、ちょい、おや、あんたかい。この間は世話になったね。あんた、あちこちを巡り歩いているんだろう。そんなあんたに頼みがある。商いに必要な材料が足りなくてね。代わりに集めてくれないかい。
まあいいじゃろう。ここに必要なものを書いておいたからね。全部揃ったら届けておくれ。おお、集めてくれたのかい。すでに持ってた。あんたにお願いしてよかったよ。あっしらの一行を見かけたら声をかけておくれ。良い品を揃えとくからお楽しみに。すでに集まってた。簡単だったな。次。結局何を持ってこいだったんだろう。ため池の異変、これ行こう。何かあるな、あそこ行ってみるか。ちょっと勘弁してくれ。あんたの噂はよく聞くよ。安くするから見ていってくれ。いかがいたしましょう。回復剤な、もうそろそろ買い込んでおくか。で、3つまでか。所持品がま、ん、ちょっと待てよ、何個だ。3つまでしか買えないってことか。他にご用件は。スカウト5を消費せず直前の旗印しかチェックポイントに戻れる。使う、買っとけ。一応他にご用件は。またどうぞ。ああ困った。水の匂いがひどいんだよ。近頃用水路の水がとんでもなく臭いんだよ。この辺の人たちもみんな困っているんだ。ザリガニでも死んでんじゃないの。どんな匂いだ。そりゃあもう鼻が曲がるような匂いさ。嗅いでみるかい。それで水はこの先にあるため池から引いているんだが、調べようにもあの辺は獣が多くて危ないんだよ。あんたそんな獲物をぶら下げてるし強いんだろう。ため池がどうなってるか調べてきてくれよ。うん、しょうがない。まあ行ってこいって言うんじゃろ。行こうか。本当かい。助かるよ。なんで臭いのか分かったら教えてくれ。頼んだぞ。ため池の調査。ザリガニじゃろうて。写真撮るとかじゃないか。なんかありそうよ。調査ってことは写真を撮るんだろうな。
と言ってもそれらしいものないぞ。ん？ここか。なんかあったよ。なるほど。どうやら俺たちのことを嗅ぎ回ってる奴がいるらしい。おめえら絶対に犬ども死んじゃえ。舐めやがってぶっ殺してやる。ちょっと待って、スタミナが、水中のスタミナが少なすぎる。塔がどこだこれ。こいつか。いなくね、アクト。あれ積んでない？これいた、あいつか。見つけた見つけた。いたいた、あいつらだ。こんなんわかるか。
ハーテッドいい感じに。ちょうどあんたが帰ってきてくれて助かったよ。それでため池では何が起こってたんだ？ザリガニじゃなかったです。ひどく、知らぬが仏だ。大方あいつらと関係があるんだろう。まあ聞かないようにしておくよ。とにかく一度はため池の掃除をしないとな。世話になったよ。ありがとう。まあ、死体が浮いてた、沈んでたってことには変わりないか。赤坂のニャーの場所が判明。ここな。くそ、これで 100% な。赤坂全収集達成。あとのイベントはどこだ。二人の弟子、ここな。伊蔵じゃない、岡田伊蔵じゃない。先日は世話になったの。龍馬はいないのか。まだ来ちょらん。急いで欲しいもんじゃが。何をしている。なんじゃ、龍馬さんに話を聞いちょらんがかえ。ここにある松陰先生の亡骸を取り戻しに来たんじゃ。おまんは先生に会うたことがあるがかい。わしは残念ながら松陰先生の教えを受けることはかなわんかった。けんどあん方の志はよう知っちょる。先生こそ貧しい身の上ながら国を正そうとした真の奇人じゃき。
亡骸を荒らされるわけにはいかんぞよ。荒らされるとは何の話だ。近頃ムクロの腹渡を抜き去る輩がはびこっちょるそうじゃ。薬として売るそうぜよ。遅れてすまん。おお、おまん。詳しい話は伊蔵に聞いたかの。コンテナに忍び込んで松陰さんの亡骸を探すよ。追っ始めるかい。クサーカたちは呼ばなくていいのか。あいつらは松陰さんの身内みたいなもんじゃ。冷静に琴を運ぶのは難しいじゃろ。騒ぎになったら困る。うん、よし、じゃあ行こう。参るぜよ。よし、手だれを倒すな。多くね。あとはもう任せた、全部任せた。ちょっと、待て、今入る。これは手だれか。烈風が何たるかが分かってきたな。烈風の何だろう、切り替え、流派の切り替え方ちょっと分かってきたよ。これは松陰さんじゃないの。うまくいったの。はからしだらけってことか、ここ。
やるぜ。そう行くんかあいつら。よし、これであとはゆっくり死体探し行けるな。他のやつじゃけんど、おい、腹綿を抜かれちょるぜ。これか、これじゃないの。おお、松陰さんの泣き殻じゃ。よかった、まだ荒らされちょらん。よくいは許さんぞ。全部俺たちのもんだからな。おお、やばいの来た。邪魔が入ったの。けど松陰さんの亡骸は無事じゃ。西宝寺に運んでしっかり供養するぜよ。伊蔵、すまんが元帥たちを呼んできてくれるかい。伊蔵先生は寛大にも腐ればくりどもを解き伏せようとしちょった。けど幕府はそれに大獄で報いて死体の山を築いたかじゃ。国元の上司ともと同じで、奴らと話し合うなど時の無駄じゃ。結局は敵を斬るだけの力がある方が勝つ。先生が民草に決起を問いちょったがは、そういうことかい。伊蔵、おまん大丈夫じゃ。ちゃんと話は聞いちょったき、草加さんたちを呼んでくるぜよ。の、伊蔵は松陰さんの言葉をああ捉えちょったが、おまんはどう思うた。何のために動くかよく考えるべき。そう、そういうことじゃ。さすがおまんはわし以上にわしのことが分かっちょるの。どうにも伊蔵は考えが止まっちょるっちゅうか。あのままでええもんか、危うく見えたんじゃ。そりゃ動き出さんと何も変わらん。けんどわしは何を目指すのか腰を据えて考えてみたいんじゃ。
かし松陰さん処刑されて何年経つよ。もう腐ってんじゃない。さすがに草受け全部終わったな今のところ。あとやり残したことがここ滑空訓練行こう。まずいい風が。ここでは滑空訓練ができるよ。分かった。15,800点。そう、これ難しいぞ。これ難しいわ。2つの青的は1個やめよう。あれが取れないんだよな。これ下向いてたらカメラが。あれ撮れなくなるんだよカメラ向いてたら。今度は下向いてるから。全然取れなくなるんだよ。ダメだ、全然取れない。あえて青的なしで行ってみるか。一旦で、また何あのトリガーが悪さしてるよ。これこの青的は取りたいよな。
違うじゃろ、なんでそっち行くかな。お、行ったんじゃない。充電なんだこれで。ちょっと動画見る。ここの滑空訓練のやり方、はあマジかこれ。爆撃使わなきゃダメなんだ。困ったな、これは習ってないぞ俺。爆撃のやり方一度もやってないよ俺今まで。はやめえとそういうの本当に。いや爆撃というよりも、どうすんのこれ。あ、アビキルの爆撃方法が分かんない。どうすん。マジでアビキルの核爆撃が分かんない。どうすんだろう。これが表示されないんだよな R。ちょっと待って、本当に分かんないんだけど。マジか。これ分かった。アビキル強化しなきゃダメってことだ。お疲れ様。
前でも発見したんだよね。ここ発見して、ほらほらほら、技術開発で滑空爆撃を開発すると滑空中に感触弾を消費して爆撃できるようになる。これをやってないんだわ。会えて嬉しい。本当かい？おお、書物をたくさん集めたようだね。さすがだ。この会場が舶来本の所蔵30冊、あと7冊集めてこいってことか。ってことはそれを取るまでは江戸の訓練ができないってことだ。まともに砲術訓練行こう。こっち行ってみよう。ジェイトを撃っていかない。どんなにいい銃も当てられなきゃただの棒だ。山田孝之じゃねえこれ。砲術訓練で腕を磨かないか。いやこれ山田孝之じゃろ、どう考えても。よし来た、お手並み拝見と行こう。これ使えってことか。ほほー、これだ、これ使えってことだ。そこそこ難しい。これ難しいぞマジで。せめてこれは極伝取りたい。よし、深川全収集達成。
中電なんだ。まあ中電でもいいや、もうめんどくさい。もういい。ちょいと狙い方がある。極電、回電だったら何もらえるんだろう。どんな、ダメだ、もう山田孝之にしか見えないから。うわー、でも12000点、回転までは行きたいな。よし、回転はいったろ。あんた、どんなにいい銃も当てられない。よし、よし、取ったな、回転。ってことはもうちょっと頑張れば極電いけるんか。どん、よし、行くか、狙うか、極電いけそうな気がする。惜しいな。何が足りないんだろうな。速さか。
ここも見よう。ちょっとわかんないわ。ここどこだ？なんてところだ。深川。いやもう自分で行くしかない、頑張るしかないんか。悪くないよ。よし。めっちゃ良かったもん今の。あんたかなりの使い手だな。恐れ入ったよ。槍術訓練、あとはここの滑空訓練な。とりあえず深川終了。となると残るミッションはこれ、幕府の改革。もうこれしか残ってないな。これ行こう。じゃあメインミッション行こう。これからカツさんから手紙が来しょるぜよ。早速わしらに手伝ってほしいことがあるそうじゃ。半夜以来腕がムズムズしよっての。後ろぐらい真似をせず今国を変えられるのならそれに越したことはないち思うたんじゃ。わかった、カツに協力しよう。おまんならそう言うてくれるち思うたぜよ。現在たちのやり方にはもはやついていけんき。勝さんは新しい日本の形を思い描いちょる。屋形船で安人の言うたことを覚えちょるじゃろ。こうなったのも何かの縁じゃ。まだ迷いはあるけんど、わしは安人との因縁を信じて行けるところまで行ってみたい。もちろん現在たちとこれにてごめんちゅうわけにはいかん。今は勝さんに協力するけんど、いつか話をつける気。おいたら赤坂にある勝さんの屋敷に来てくれんかい。そこで勝さんが待っちょるはずじゃき。ここか、勝回収艇。お前さんか。
よう、来やがったか。一応念押ししとくが、もうお前さんたちとやり合うのはごめんだからな。大丈夫じゃ。勝さんを信じてみることにしたき。なら追っ始めるとするか。幕府を立て直すには西洋に学びつつ、同時に日の本の強みも生かせるよう立ち回らなきゃなんねえ。だが軍事、医学、武芸、どの分野も今は人材不足だ。そこでお前さんたちにも手伝ってほしいというわけさ。うん。武芸なら任せてくれ。そいつは頼もしいが、お前さんたちだけじゃ足りねえ。近々ある計画のため腕利きの剣士が大勢必要になる。龍馬、お前さんは北進一刀流だろう。清川八郎は知っているか。清川八郎、何度も立ち会ったことがあるぜよ。兄弟子みたいなもんじゃ。誰じゃろう。なら幕府に手を貸してくれねえか頼んでくれ。清川は千葉道場にいるらしい。龍馬が行けば話が早いだろうよ。軍事が最優先。ああ、分かってんじゃねえか。ちょうど今フランスの武官を招いて西洋式で兵を鍛えてもらおうとしてるんだがよ。どうにも見放されそうな感じだ。同僚の榎本武明ってやつが難儀してやがる。半蔵門の方にいるから手を貸してやってくれ。医学に注力する必要があるのか。西洋に立ち向かうのも大事だが、国内をおろそかにしてちゃ倒幕派につけ入る隙を与えちまうってもんよ。特に流行り病のコロリは捨ておけねえ。神田の医学所に槍手の乱歩医がいるんだが、その人にはコロリ治療に先進してもらおうと思ってんだ。行って話をつけてきてくんねえか。仁先生かな。槍手の乱歩医っていうと未来から来た。人探しも手伝ってくれ。まあ俺ばっかり手を貸してもらうわけにもいかねえしな。どういうやつを探してんだ。鬼の手の侍と言われている。なるほどな。すぐってわけにはいかねえが、情報を集めておいてやるよ。お前さんが俺の仕事を手伝ってくれている間に手がかりぐらいはつかめると思うぜ。持ちつ持たれつで行こう。人材集めの方は頼んだぜ。もう聞くことはない。そうか。じゃあ一つよろしく頼むぜ。悪いが俺は他の仕事もある。一通り終わったら最後にここへ知らせに来るようにな。軍事の件はおまんに任せてええかい。わしは昔から兵法云々はどうも苦手じゃき。すまんの。もちろんおまんにばかり押し付ける気はないぜよ。わしもできる限りちゃんと働くき。浪人ミッション、複数のミッションが追加。ミッションが3つ。いや待て、めちゃくちゃ増えてる。藤井岡谷日記、ミイラ、気になるな。神隠し、必要最低限なのがこれ、これ、これ、これ3つ。とりあえず盛況なる兵、これやってみよう。西洋に立ち向かうため幕府の軍事強化を手伝う。榎本道場を訪ねる。
や、いいんかな、でもこれ。まあ、いや、盛況なる兵、これ行こう。じゃあ。お前は？そっちは江の者と竹明か。ああ、そうだが。勝海舟に言われて、フランスの武官との仲立ちに来ました。ほう。お前が例の助っ人か。勝からは、ただ者でないと聞いているぞ。改めて、私は幕府海軍、軍艦頭の榎本武明だ。視察のため、今日はこちらへ出張ってきている。先ほど、幕府の兵とフランス軍で模擬戦をやったが、まるで歯が立たず、軍事顧問のブルネ殿に呆れられてしまった。ブルネ殿に見放されては、幕府軍の吉家化も頓挫する。日の本にも強き兵がいることを、お前の手で示してもらえないか。ブルネとは親密な仲だ。誰だブルネって。そうなのか。とにかく助かるぞ。よし、中へ案内しよう。坂本龍馬と沢村康介、この二人で行こう。フランス軍はこの先にいる。任せたぞ。ちょっと待って、雨がやばい。マジで雨やばい。ちょっとえげつないぐらい降ってきた。雨が。ちょ。微妙に届かない位置にいるんか、フランスが。
そこかい。おー、今度なんか爆撃してきてるよ。なんかここ戦いづらいな。龍馬さん引っかかってるんじゃない、あれ坂本龍馬。あ、来た。運が向いてきたようだな。次はどこだ。じゃあ、次どこだこれ。なんとも戦いづらい。来たの、そこかい。
まあ回復3か、ちょっと少ないな。矢があるか。でも正直ここつまらんな、ここのステージ。印刷できるところが少ないし。忍者のくせに足が遅いな、なんか。なんかもうちょっと速くてもいいと思うんだけどな、忍者。ゴールか。なんか全然面白くなかったな、このステージ。あ、こいつか。ジュールブルで宝珠か。くっ。
勝殿の言っていた余興とはもしやお前のことか。お前を殺しに来たと言ったら。お前冗談は本当に下手だな。すまない、勝の意向でフランス側にははっきり模擬戦の続きだとは伝えていなかった。模擬戦かこれ。危なくなったら止めるつもりだったが、まさか本当にフランス軍の陣地を落としてしまうとは。そうだな、この国は見限るには惜しい。よし、ようやく気づいたか。ああ、ここでなら見つかるかもしれん。俺の探しているものが。榎本殿、依頼通りフランス式の連兵をやってみよう。ただし条件がある。こいつのように著しく秀でた腕を持っているならともかく、功に焦って突出するような侍は銃や大砲の的になるだけだ。よって身分を問わず壮健な若者を集めてほしい。俺はあくまで顧問役、兵はそちらで揃えてもらわないとな。分かった、できるだけ早くそのように手配しよう。感謝するぞブリネ殿。悪いが私はまだこの場を離れられない。あと一つだけ頼めるか。浅草にいる新門辰五郎という人に。やっぱ出るんだ新門辰五郎。若者を集めるのに協力してもらいたいのだ。そいつは何者だ。火消しの小組じゃないっけ。火消しの親分でな、勝と窮地の中で私も面識がある。少々気難しい親父だが、まあなんとかなるはずだ。了解だ、任しとけ。よろしく頼む。どんな人だろう。ヤクザみたいな人かな。聖教なる兵神門辰五郎を訪ねる。行こう。
この人か。イメージと違う。え、藤岡弘。お、若いの。用があるならとっとと言いな。違うな、藤岡弘じゃない。猫の手も借りてほど忙しいんだからよ。榎本に言われてきました。そうかよ。で、あの御人はなんて。若い衆を幕府の兵として集めたいと。幕府のために若い衆を集めろだ。今はそれどころじゃねえ。近頃戦争時のあちこちでぼやが続いてやがんで。どこの野郎か知らねえが、こうした手合いは最後にはたちの悪い火付けをやらかす。だからお前さんにかかずらってる暇はに、わかったら味噌汁で顔を洗って出直してくれてんだい。江戸だ江戸っ子だ。どういう意味だ。その辺で江戸っ子を捕まえて聞いてみることだな。火付けぐらいを私が捕まえてやる。へ、威勢がいいじゃねえか。手ぶらじゃ帰れねってんだろうが、そんな甘え話じゃねえぜ。連中はいつも集団で火をつけに来やがんだ。それを一網打尽にできるっつんなら、若い衆の件考えてやら。どうで、本当に火付けどもを捕まえられんのかよ。任しとけ、やろう。連中はぶち止めしたら本堂に知らせに来い。うちの組の詰め所として使ってるからな。お、わ、ペリー連れて行こうか。ちょっとペリー行こう。単純持ってないしな。ペリーと、誰で行こう。大久保で行こうか。大久保さん連れて行こうか。ペリーと大久保だ。油断はするなよ。大船に乗った気でいればいい。濃いな組み合わせ。火付け犯を倒す。燃えろ燃えろ。俺たちが邪魔するんじゃねえ。ていうか、火付け犯何人おるんよ、マジで。多すぎじゃね？
ぞ。します手だれ一な。こういうの楽しいのは、これ火付けはんな。獲物は仕留めた。あとどこだ？結構なところいるな。今までの流れからいくと多分神門辰五郎も一緒に戦うんじゃないんかな。まさかボスとして出るとかないよな。邪魔は消えた。よし、あと一人な。こいつ強いぞ。そうでもないか。気をつけろ。Yeah!
よし。うまいね、今のは。お、待て。いや、礼は言っとくぜ。さっきの兵の話だがよ。うん。こっちとらも膝をつかんだ。やっぱり？それが、エロの真面目に死ぬ流儀で。私はおのがみを変えるよ。どうしな。本当に大したやつじゃねえか。悪いやつじゃないな。キスケも捕まえやがったし、手を貸さねえわけにはいかねえよ。辰五郎親分、ご無沙汰しています。話はこの者に聞いたようですね。ええ、息のいい若い衆を見繕ってやります。この辰五郎に任せとけってんだ。これで勝つにもいい報告ができる。おい、大船に乗ったつもりでいろってもんよ。協力感謝するぞ。あとは任せてくれ。勝つにも私から報告しておく。お、神門辰五郎な。ちゃんとおって書いてあるな、おぐみの。合ってた合ってた、おぐみだわ。次な。神術の受難、コロリを治療する手立てを探す。これー
誰だ。人選違うな。誰？何の用？お前がやり手の乱方位か。やり手とまでは言いませんが、確かに私は乱方位です。共にコロリの直し方を見つけてくれ。あなたも私と同じ志を持っているようですね。けど今はそれどころじゃないの。いや、勝海舟が話をつけろと。勝海舟、ああ、爆心の。この件が片付かないと話なんて。あなたに話したところでとは思うけれど、他に頼れる人もいないし、お話ししましょう。私は楠本イネ。西洋の医学を学び、この人は知ってる。ここでコロリの治し方を見つけようとしていました。苦しむ人たちを見過ごせないので。楠本イネは知ってるよ。けど他の仕事もあってなかなか先進できなくて、そちらの薬を作っていたらなぜか毒薬ができてしまった。とても危ない毒です。容器に封じておかないと毒の霧が溢れ出てしまう。どこからか倒幕派がそれを嗅ぎつけたらしくて、私に作り方を聞いてきた。きっと悪用するつもり。断ったらこの医学書への嫌がらせが始まって、同僚はみんな怖がり逃げてしまったんです。今朝倒幕派から脅迫状が届いた。ここを襲う。逃げるわけにはいかない。私が医学書を守らないと。奉行所へ訴え出ろ。何度も訴え出ました。けど相手にされなかった。まあ役人は私を嫌っているようです。まあでもそれがお上のやり方やわな。私の父はシーボルトという西洋人だから。そう、シーボルト。そう、その娘の私が医者をやっているのが気に入らないのでしょう。あるある。近くにね。うちからどれくらいだろう。近くってわけでもないけど、まあまあちょっと行ったところに。ちょっと、まあ30分かの場所にシーボルトが関係してる神社があったのよ。なんて神社だったんだろう。ちょっと待って、俺も気になってきた。そこ、何神社だったっけな。シーボルトがどうのって書いてたんだよな。でもシーボルトって結構いろんなところで名前聞くから、そこだけってわけでもないからな。よし、じゃあ私も戦ってやる。いいの？わかった。ぜひお願いします。日が落ちれば倒幕派はここを襲いに来るでしょう。用意はいい？大丈夫、行こう。門はすべて塞いだから、破るのに時がかかる。来るとしたらおそらく裏庭から。あなたのこと頼りにしている。でも無理はしないで。シーボルトはなんだっけ。あれじゃない、あのオランダから来た西洋医学を広めた人じゃない。西洋広めたっていうか、その西洋医学のなんか学校みたいなのを作ったっていう。ジュール・ブルネ連れて行こうか。ちょっとペリーとブリュネで。
ランポーイの願い。関大学所でコロリの治療を研究しているランポーイに会いに行く。何やら問題抱えている。倒幕派が来ました。一緒にこの医学所を守りましょう。庭に毒薬の壺がたくさんあるわ。投げつけて追い払って。追い払う？投げつければいいよね。生意気な。倒してもいいよな。まだ来るか。次々入ってくる。気をつけて。興味深いな。誰だ？休みすぎじゃねえ。ちょっと来るか。獲物は仕留めた。ペリー。礼を言うぞ。ペリー。真面目にやってくださいよ。ペリー。
きをよく見ろ。仕留める。乱戦きつい。乱戦はきつい。先生、倒幕のためわしらに協力するんじゃ。誰？天狗面。あなた、この人たちを追い払って。天狗面でキツネル。なぜあなたが。おかしい。火星ではないですよね。ちょっとおとなしくしてもらうまでだ。私も手を貸します。強いぞ、こいつら。ちょっと今までいない見たこと動きしてるわ。気をつけろ。強いぞこいつ。まず一人。よし。強いぞこいつら、天狗と狐。今日はこの辺にしといてやるわ。え？出直しじゃ。こいつらどっかで見たことあるよ。あれで。誰だっけ。おかげで助かりました。本当にありがとう。これでやっとコロリの治し方を研究できる。もう一つ頼んでいい？医者の楢崎昌作先生に会ってきてほしいんです。楢崎先生は先般の大獄で捕まり、今は牢に入っています。捕まる直前までコロリに効く薬を研究していたと聞きました。この医学書を立て直すには時がいる。その間に
彼の話を聞いてきてもらえるとありがたいのだけれど、どうかお願いね。私はここにいるから、何かあれば来てちょうだい。さっきの二人組誰だっけ、倒幕派にいたような気がするな。楢崎翔作、ここな、神術の受難。また遠いな。奴は打ち首に処す。お奉行様からの通達だ。父さんはもうすぐ釈放されるって話だったのに、何かの間違いでしょ。ちゃんと確認してよ。仮に間違いでも、もはや確かめる暇などないわ。予定通り刑は執り行う。分かったら帰れ帰れ。おお、おまんも来てくれたんかい。勝さんから楢崎翔作に会うよう言われたんじゃ。コロリの直し方を知っちょるかもしれん先生じゃき。けんど来てみたら打ち首になるっちゅう話で。そんなことは勝さんから一言も聞いちょらん。妙じゃろ。さっきのは先生の娘さんじゃ。チックと様子を見てくるかい。あの娘、塀を乗り越えるつもりじゃないかい。おまん、何を考えちょるんじゃ。中へ乗り込んで父さんを逃がす。無茶はやめんかい。おまんはおとなしく待っちょれ。先生のことはわしとこいつで何とかするき。わかっちょるな。牢屋敷へ忍び込むぜよ。おまんが来てくれたきどうとでもなるじゃろ。いろいろ考えたんじゃが、この辺りでわざと騒ぎを起こして捕縛されるち言うんはどうかい。ほいたらとりあえず牢へぶち込んでおこうとなるはずじゃき。なかなかの妙案じゃろ。よし、追っ始めるぜよ。すぐにでも投獄されると考えちょけ。準備はええかい。よし、一緒に入牢しよう。行こう。行くぜよ。ほいたら、さっきのお役人のところへ戻るぜよ。牢屋敷の真ん前で騒げばすぐ牢へ入れるじゃろ。またお前たちか。なんだ、やるぜよ。あ、これでも入牢って感じか。あいつも相手にするんかと思った。もくろみ通りじゃの。あとは出るだけじゃ。これはひどい。今の力で。
俺の負けだ。何でもするからもう勘弁してくれ。預かっていた荷物は返す。牢からも出してやる。それでいいだろうな。小作の居場所を教えろ。あの偏屈な医者のことか。奥の屋敷へ連れて行かれたが、詳しくは分からねえ。もういいだろう、行ってくれ。ああ、ゴンゾ連れて行けないんだ、さすがに。さすがに二人で侵入してるから無理か。しょうがない、行こう。よっしゃ、わしの出番じゃな。救出、楢崎翔作。待て、なぜ見つかった今ので。意外とこいつ動き早いな。動き早いぞこいつマジで。ほぼ龍馬さんに任せようかなと思ったけど、あまりの動きの速さにそうもいかんか。
ああそうか、敵が復活するんだよなこれで。行ったの。一人ずつ。もうな。もや。先ほどの小娘の手引きか。もっと強い比類なき欲しいよな、このコテで。経験値獲得量が減るけど、聡明なる意志を使わないから、ここで比類なきこっちに変えて、強靭か臨前がついた。これより上の固定臨前あるな、あるある、この辺だわ。これだな、これにしよう。こいつら一般人か。役人ではなさそうよな、見た感じ。
ぞ。からスタートしたんだよな。じゃあどこだ、ここか。あ運がいいぜ、一緒に逃げるか。こいつか。ダメだ、全然返せない。こう繋がってるんだ。あんた、まさか俺を助けに。ゴンゾー、ゴンゾー何やらかしたん。まさかの合流。ゴンゾあ、でもここでゴンゾー大きいわな。ちょっと迷ってるな、これどこだ。こうか、ここな。俺はここいらで失礼するぜ。奴らに痛めつけられてボロボロなんだ。帰るの。じっくり選んでくださいよ。せっ
かくお安い御用で。せっかくゴンゾーが仲間になったのにもうすぐ帰るんだ。じっくり選んでくださいよ。どうぞコーヒー。誰かおるのか。こいつか、奈良崎翔作。貴様、そこで何をしている。誰だ。ここで始末してやろう。大したことなかった。エアトノ、あんたが奈良崎翔作じゃな。チックドを待っちょってくれ。鍵はあったかかい。なんちゅう度胸の女じゃ。無茶しよって。お寮、何を考えとるんじゃ。礼は言っておく。で、何が望みだ。ただの善意で助けたわけではなかろう。楠本稲に協力してやってくれ。楠本稲か。名は知っている。つまりコロリ絡みというわけだな。早めに顔を出さんとうるさそうだ。失礼ぞ。おまん、お領地言うたかい。わしは坂本龍馬、同じ領じゃ。これも何かの縁じゃち思わんかい。また会えるかの。どうかな、会ってあげてもいいよ。どっちだ、奈良崎と二人か。お、二人だ。奈良崎龍、奈良崎翔作。この人たちは知らないな。あ、坂本龍馬とのなんか親愛とかハートになったよ。あ、そうか、死んでるんだ村山隆。そうだそうだ。へ、やっぱ好感度高いな。もっと上げていくか。真実の受難まだ続いてるな。どこ行くんだ。あ、稲に報告な。元気そうだね。 I don't really know what else you can do about it.
マルさん行く。ひなまるさん、でかすぎじゃろう。お、これで、おおおおおおお。出たよ、神田のすべて。とりあえず報告な。さっき奈良崎先生が来ました。あなたが助けてくれたそうですね。ありがとう。いろいろ骨を折ってもらってごめんなさい。私からも何かお返しをしないとね。コロリに苦しむ者らを救ってくれ。ええ、私もそのためにいろいろ準備してきた。何としても治療法を見つけてみせる。奈良崎先生にも貴重なお話を聞けました。コロリの治療にはレモン汁が役立つらしいんです。レモンはまだ日の元へ入ってきていないと思うけれど、父の友人のフォーチュンさんならどうにかできるはず。私はこの後あの方のいる小石川植物園に行ってみます。もし興味があればあなたも来てちょうだい。これはまた後回しだな。まずはメインミッションの前に回収じゃな、これ全部。ここは簡単じゃったな。遊魚の打倒。打倒ってことは普通の刀か。ないよ、遊魚の打倒。どれだ？これか。強靭がついて、あ、でもこれ強いな、刀にしては。
いいね、お面屋。いいね、いいね、こういうの。寿司屋もある。この時代のちゃんとでかい寿司なのかな、あのおにぎりみたいなやつなんでしょ、この時代って。お寿司が。受け取ってくれ。75匹か、だいぶ見つけたな。ここはまだ入れないところだわな。どうやって入るんだろう。でもまだなんだろうな。軍事力ってことはこの後行くんじゃない。ここに何かそんな気がするよ。軍事の分やってないよな、まだ。36件、逃げるにしかずってね。余計な手間隠しやがって。あんたやるな。俺が盗みをするのは苦しんでいる民に配るためなんだ。これをやるから見逃してくれ。あった時にはお手柔らかに頼むぜ。次、どれだろう。この教え導くものでいいかな。これだわ。これいこう。どうした。わしは昔しょっちゅうここへ通いよったんじゃけんど、最後に来た時あることにケリをつけておらんくての。修行が中途半端だったとか。
いや、その方がよっぽどマシじゃったけんど。今日のところはここに入る踏ん切りがつかん。他の依頼を先に片付けんかい。勝の依頼はここで最後だ。なんじゃと、逃げ場はないっちゅうことかい。シックド、気持ちを整理させてくれ。え、今日のところはここに。いや、ダメ、入ろう、行くよ。わかったわかった、これも日本を新しくするためじゃ。八郎さんならこの黒源は道場にいるち思うが。誰だ八郎。また初めて聞く名前だわ。誰だ二刀流。久しぶりだな、龍馬。ああ、ご無沙汰じゃった。今日は八郎さんに頼みがあっての。この日本を変えるため、わしは今幕府の立て直しを考えちょる。八郎さんのような剣豪にも鉄道でほしいんじゃ。幕府の立て直しね。そいつはすごいな。少し考えさせてくれ。それはそうと、千葉の鬼小町殿がお前を待ちかねてたぞ。坂本様。いやだか。お待ちしておりました。私と祝言をあげに戻ってきてくださったのですね。さな殿も久しぶりじゃの。すまんが、今のわしにそういうことを考える余裕はないんじゃ。おや、約束を反故にするおつもりですか。どうしても嫌だとおっしゃるのなら、私と勝負してください。わかったぜよ。じゃけんど、昔からおまんが相手じゃと、どうしても手加減してしまうじゃろう。こいつはわしと並ぶ腕を持ちょる。代わりに立ち会うぜよ。この方と納得はできませんが、それで約束を果たしてくださるなら私は構いません。傷つけるのは忍びないな。というか勝つのは私だ。さすが坂本様のご友人、大した自信をお持ちのようですね。面白いことになってきたが、部外者は引っ込んどくか。いざ勝負です。誰だ千葉さな。また初めて聞く名前だな。千葉周作がめい、千葉さな、参ります。やっ、はい、なんて腕の立つお方。見切られた。まだまだ。どうもなぎなたは難しいな、返すのが。分かってきたよ、なぎなたの返し方。まだ動けます。
なんて、もういいだろ、諦めるんじゃ。おい、サナ殿。祝言とはどういうことだ。また今度、ちゃんと説明するき。今はあいつを追わんと。ご苦労さん。サナ殿と龍馬ならどっかへ走って行ったぜ。今は二人きりにしといてやれ。ところで、そもそもは俺に幕府の立て直しを手伝えって話だったよな。お前が勝ったら手を貸してやる。またタイマーはん。いいよ、立ち会おう、やろう。悪いが、全力で行かせてもらう。体験タチか、タチは見切ってない。山田もやるじゃん。おむタチは苦手だな、ディレイが結構かかってるしな。龍馬が頼みにするだけはあるな。で、早いんよ、それは。ディレイじゃないんよ。早いんよ。どうやら手加減はいらねえな。さすがに持たないか。だが、こっからよ。それディレイか。まずいな、これ。ディレイが多いよな、マジで。よし。俺の負けだな。武士に二言はない。手伝ってやるよ。当然だ、幕命だ。ああ、従うとしよう。八郎、何かありましたか。また違う人出てきたよ。龍馬くんが飛び出していったようですが。あ、千葉先生、お騒がせしてすみません。こいつと少しやり合いまして。見ない顔ですね。事情を聞かせてもらえますか。試合でサナが負けた。おやおや、龍馬くんにも困ったものです。いい加減に腹をくくってくれればよいものを。こいつは龍馬の連れです。幕府立て直しのために二人して腕の立つ剣士に声をかけて回ってるんだとか。実は俺もこいつに敗れてしまいまして、手を貸すことになりました。ほう、免許皆伝の八郎に勝つとは。せっかくですし、小谷道場にも行ってみてはいかがですか。師範の小谷殿は江戸で最も剣士に顔の広い御仁。きっと力になってくれると思います。ぜひまたうちにも顔を出してください。
龍馬くんの友人なら遠慮はいりませんよ。千葉って言われると俺も千葉真一しか出ないわ。道場で千葉って言われる。あ、3人なんだ。ここは因縁成立。お大臣15万円集め、貯めた。となると次なんだろう。千葉道場で鍛錬を行うと何かが出る。ここだけはやっとこうか。ちょっと終わる前に。いや、調子はどうです。こんにちは。その先日は見苦しいところをお見せしましたね。いえいえ、いいですよ。あれから鍛錬を増やしました。次は必ず勝ってみせます。サナはこのところずっとこの調子でして、寝食も忘れて稽古に打ち込む有様なのです。稽古に打ち込んで何が悪いのですか。私は坂本様の伴侶となるため、できることは何でもやりたいんです。こう言って譲らないものですから、いつか体を壊してしまうのではと心配しています。まあもっと視野を広く持て。難しいことをおっしゃるのですね。つまり私にどうしろというのですか。恋心に詳しい人間を知っている。そんな方をご存知なのですか。教えてください。その方は一体どこにいらっしゃるんです。吉原に行こう。吉原ですか。確かに芸者なら恋は百戦錬磨のはず。坂本様の心についても何かわかるかも。あれでも吉原って女の人入れんくね。私を吉原に連れて行ってください。恋に詳しい方にぜひお話を聞きたいのです。可愛い姪を吉原に送り出すのは複雑な心境ですが、見聞を広めるには良い機会やもしれませんね。叔父の了承も得られましたし、吉原の件お願いできますよね。吉原に集合だ。ありがとうございます。ではお互い準備を整えて待ち合わせましょう。荒ぶる乙女心。坂本様。奇遇じゃのう、サナ殿。驚きました。あれから会いに来てくださらないからお忙しいとばかり思っていたのに、まさか他の方と遊んでいたなんて。どういうことか説明していただけますよね。おい、これはどういう状況じゃ。なんで吉原なんぞにサラ殿がおる。恋心の勉強だ。なんじゃそれは。まさか鉢合わせるとは。まさかって、あなた坂本様の吉原通いをご存知だったんじゃないでしょうね。とにかくわしはここを離れる気。おいじゃの。せっかくお会いできたのに。あまりあの方を責めないでくださんすか。ただ猫を探してほしいとお願いしたのみにありんす。
猫？そうでしたか。私、とんだ勘違いを。そういうことなら、坂本様に代わって私とこの方で猫を探してまいりましょう。その代わり、恋についてご教授願えませんか。おや、恋の相談でおりんすか。この薄雲でよければ力になりんしょう。では吉原にいる猫を見つけてきておくんなし。よろしゅうお願いいたしんすよ。そうと決まれば急ぎましょう。二人がかりならきっとすぐに見つかりますよ。猫探しな。早速参りましょう。三匹。まずにゃー一匹目。可愛らしいですね。でも不意に姿を消して元いた場所なんか忘れたし。坂本さん。ちょっ2匹目。坂本様は何だか大人になられたような気がします。顔立ち、体つき、どこだ、店内か。どこだ、もう一匹。やっぱ店内か。なんだ、ちょいちょい消えてるな。この上？さらに上、どう行けと。外か。どうやって行くんだあれ。違うな、どう行くんだ。
これか、これを伝っていけってか。いた、いたにゃー、見つけた。共に修行に励んだ頃、あの方のまっすぐな瞳に憧れましたけど、今は私よりずっと遠くを見ておられる気がして。さあ、おようだ。え、なんて卑劣な。ちょっと待て、なんで。私が許しません。なお前ら、ありがとうござりんした。猫を探してくれない。絡まれてたのね。客さんからも助けてくださんすなんて、先のお方の行いもわちきに消そう指南したゆえのものけれど、おいらんとて一人の人間、無理を強いても心は変えんせん。主さんも離れがたい相手なればこそ、時に手を離す勇気がいるのやもしれんせんえ。でも不安なのです。坂本様は風のように自由なお方、手を離せば二度と戻ってきてくださらない気がして。そうならないように自分を磨け。そうですね、あなたのおっしゃる通りです。弱音を吐くなど私らしくもありません。坂本様の妻として生涯を歩むことが私の夢けれど、あの方の夢は違うところにあるのかもしれません。昔より成長したなどと啖呵を切っておきながら、私は坂本様の成長を見つめることから逃げていたのでしょう。そのような卑怯な真似はもうやめにします。変化に怯えず、今のあの方ときちんと向き合わなくては。いいお顔になられんした。ご縁が実りなすこと、まこと楽しみにしておりんすよ。あ、終わった。ジェスチャー切腹いる？ごっつぁんです。そもそもジェスチャーってどうすんだ。やばい、ジェスチャーの出し方がわかんない。どうすんだ。今まで一度しか使ったことないけど、何に使うんだろう、ジェスチャー。まあいいや、勝に報告する。勝海舟に報告して終わろう。人材集めが終わったので勝に報告しに行く。お前さんか、お手柄だったじゃねえか。
おかげさんで幕府の立て直しもなんとか進められそうだぜ。こっちも人を使わして例の侍の情報を集めといた。奴はイギリスと結んで動いている。諸侯がイギリスの兵器を手に入れる仲立ちをしてるそうだ。どうにも気なくせえな。幕府としちゃ無視できねえよ。俺の出した使いで帰ってこなかったやつもいる。消されたのかもしんねえ。お前さんの頼み抜きでも調べを進めた方が良さそうだ。ま、この話はここまでにしておこう。集まった中で腕の立つ連中は公部署に行ってもらった。お前さんたちも顔を出してみたらどうだい。なるほど、これで公部署ってところが開くんだ。これで、公部署が開いて、回収率 100% って感じか。公部署とはどんな場所だ。剣術だけじゃなく法術や馬術を西洋式で教える目新しい道場ってところだな。そりゃ面白そうじゃ。早速覗いてみるとするかの。わしは先に行っちょっき。せっかちなやつだな。ところでお前さんにもう一つ頼みがあってよ。榎本の報告じゃ西洋式の銃や大砲を買い揃えようにも銭が足りねえ。ブリュネ殿に相談したところ、パリで開かれる万国博覧会って催しで日の本の品を売り込むのを勧められた。環状型の渋沢ってやつならうまく万博を利用できるかもしれねえ。この書状を持って行ってついでに渋沢に手を貸してやってくれ。やっこさんは南町奉行所にいるぜ。とりあえず今はそんだけだ。また顔を出してくれれば何か頼めると思うかな。先に公部署に行きてえならそれでも構わねえよ。見逃せねえ催しもあるしな。誰だ、渋沢栄一しか出てこないんだけど。渋沢って言われるとまさかな。違うよな。でも時代的には渋沢栄一生まれてるよな。まさかな。違うよな。まあこれはちょっと後でまたわかるじゃろうって。一回飯食って待てやろう。こいつら出ないんかな。ミッション進行すると発見できるってなってるけど、ミッションだいぶ進行したよ。なんで出ないんだ。一旦公部署行って宝箱とニャーを取って、ここやぶさめ。やぶさめと砲術がある。ここマジか。まあ いやでも宝箱とニャーだけ取って終わろう。終わろうっていうか休憩してまた後でしよう。またこいつか。仕留める。何回目よこいつは。ちょーやられるとか。油断した。こらえん、絶対こらえんこいつ。
36系逃げるに仕方ってねえ。ちょっで振り合うのも多少の縁、多少の縁を50回達成。これでいいのかな。あーでも次のお話が始まっちゃうのか。ここまでにしとくか。お前さんか。ちょっと一旦ここで終わろう。しょうがない。終わろう終わろう。お疲れ様でした。ちょっとまた後で飯食って。もしくは明日、どっちかやろう。進んだような進んでないような。でもだいぶ進んだんじゃない。ミッションももう結構終わらしたし、今日は次のサブミッションが いくつかどころかだいぶ増えたな、サブミッション。サブが増えて、あとはここのマップの回収と、ここのマップの因縁レベルと回収。他は全部終わったから、終わったな、とりあえず。こう回収したような気はするけど、終わろう。終わろう。お疲れ様でした。また後で。また後日かまた後でかわかんないけど、とりあえずまた次もサクサクストーリー進めよう。終わろう。お疲れ様でした。